大正区出身のプロ野球選手。宇藤左田横浜 DNA ベイスターズ所属。大阪市立三原屋東小学校2年から野球を、始め、大阪市立大生徒中学校時代には、大正ボーイズに所属し、投資圏外野手としてプレーヒカケンシンとは、小中でチームメイトであり、小学校時代にはバッテリーを組んでいた。DNA に同期入団した。 山本雄大は中学校の一つ、先輩にあたる。北海高等学校では2年春に、背番号15でベンチ入りするも、2年夏は、ベンチ外。同校はこの年、大西健斗を要し、第98回全国高等学校野球選手権大会に、出場し準優勝。坂口は、甲子園に帯同し、初戦で対戦した、松山清のエースワド誠対策として、 打撃投手を務めた。その後第71回国民体育大会で全国大会デビューを果たしたが、同年秋と3年春は札幌地区大会で敗退。背番号10をつけた3年夏には左腕の高野早武助との2枚看板で地区予選を勝ち上がり、第99回全国高等学校野球選手権大会の南北海道代表として出場を果たす。 先発登板した初戦の神戸国際大学付属戦では初回に自己最速となる時速百四十八キロメートルを記録その後も時速百四十キロメートル台後半の直球に時速百三十キロメートル台のカットボールを織り混ぜながら試合を作り四回二試で降番。降番後は逆転負けを喫したため甲子園での登板はこの一試合のみだったがこの高騰が スカウト人の目に留まり、小川厚氏は、この夏もう一度見たかった、一番の投手と評価した。2017年10月26日に行われた、プロ野球ドラフト会議で横浜 DNA ベイスターズから3巡目で指名を受ける。11月12日に、札幌市内で入団交渉に臨み、契約金5000万円、年俸600万円で仮契約を結んだ。 背番号は12。北海から直接、プロ入りしたのは、1985年のアリクラ、マサシ以来32年ぶりだった。2018年はキャンプを2軍でスタートし、一度も1軍に昇格することなくシーズンを終える。イースタンリーグ公式戦では主に先発で18試合に、登板し、3勝9敗、防御率6.15の成績を残した。シーズン終了後には、 u 二十三野球日本代表に選出され、第二回 w b s c u 二十三ワールドカップに出場。二試合に先発し、10月27日のスーパーラウンド対ドミニカ共和国戦では七回無失点の高騰を見せた。2019年、大抜貫新一、飯塚里志らと共に開幕先発ローテーション入りを目指し春季キャンプ一軍に抜擢されたが、 練習試合、オープン戦で3試合に登板するも、計8イニングで5失点と結果を残すことができず、開幕を2軍で迎えた。その後5月3日に1軍登録され、同日の阪神タイガース戦にプロ初登板初先発。初回から自己最速となる時速150キロメートルのストレートを折り混ぜながら、阪神打線を5回無失点に抑える高騰を見せた。しかし、 後続の国吉勇気が初級から本塁打を打たれ、プロ初登板初勝利とはならなかった。その後、2回の先発登板の機会を得たが、いずれも試合序盤で降板した。1軍での出場は3試合に止まったが、2軍ではチーム最多の17試合に先発登板し、4勝6敗、防御率4.67の成績を残した。シーズン終了後には、 共産賞はたるとともに強化指定選手に指名され、11月からは、オーストラリアンベースボールリーグのキャンベラキャバルリーに、大抜き慎一、平田慎吾、加西高正とともに発見された。2020年、一軍では0勝2敗に終わったが、イースタンリーグでは4勝1敗、防御率2.07を記録し、優秀選手賞を受賞した。2021年、4月4日の、 広島東洋カーアップ戦に先発し、5回無失点でプロ初勝利を挙げた。9月9日に右ヒーチクリーニング手術を受けた。同シーズンはリハビリに当てることになり、シーズン通算成績は8試合当番2勝3敗、防御率4.11となった。身長186センチメートルの長身から投げ下ろされる最速時速154キロメートルの角度のあるストレートに、 切れ味鋭い時速1 3 0トル台のカットボールや落差の大きいカーブ SFF が主体。コントロールに甘さが残り、高校3連夏の南北海道大会では打ち込まれるケースもあった。指名挨拶に訪れた編成部長の吉田隆は躍動感のあるフォームから三浦大介に似ていると評価した。憧れの選手は大谷翔平を挙げ、高校時代から 大谷のフォロースルーを参考にしている。チャームポイントは大きな耳。ありがとうございます。